マフリー軍はイラクに駐留している外国軍の排除を主な目的としたイラクの武装勢力の一つである。かつてはイラクで最大規模の民兵組織であった。シーア派に属し、同派の精神的指導者ムクタダー=サドルに従っている。多数の構成員を抱えるが、実態は組織体というよりは社会運動に近い。シーア派の多いナジャフ市とバグダード南部のサドルシティ地区を拠点とする。マフリーとはアラビア語で導かれた者すなわち救世主のこと。マフリー軍はイラク戦争初期の2003年6月に創設され、当初はシーア派地区の秩序維持にあたり、シャリーアに基づき各地の統治を目指していた。2004年、南部とバグダードにおいて、占領軍に対して蜂起したが鎮圧された。2005年、バスラにおいて、バドル軍兵士と交戦。2006年初め、サドルは全イスラーム諸国にマフリー軍への援助を要請した。マフリー軍は、スンナ派、対立民兵組織、ジャーナリスト、イギリス兵の誘拐、暗殺で、非難されており、自爆テロ戦術も使用する。多くの報道によれば、マフリー軍の構成員は、イラク警察と軍に浸透を図っている。また、ヌーリー・マーリキー政権下では、保健省を実質的に支配し、多数のマフリー軍構成員が職員として雇用された。このため、2007年2月8日には、サドルシ派幹部であるハキーム・ア=ザーミリー、保健次官が、米、イ軍合同部隊に拘束される事態に至っている。その後、ザーミリーは殺人と誘拐、民兵に救急車を利用することを許可したとして起訴されたが、証拠不十分で起訴は取り下げられた。発足当時は5000人前後と言われていたマフリー軍だが、2004年に発生した一連の米軍との交戦で、その多くが殺害され、壊滅状態になったと一時は報道されていた。だが、その後、政権参加、スンニ派武装勢力の対シーア派無差別テロ等を追い風として、マフディ軍は飛躍的な組織の拡大を遂げ、2006年現在の総員は約4万から6万人に拡大している。2006年2月に発生したシーア派の重要な聖地、アスカリビョウバック派に橋を発する現在の州派構想において、マフリー軍はシーア派側の主要な暴力装置として活動していると見られている。この観測は2007年2月に開始された駐留米軍及びイラク軍、警察による大規模な武装勢力掃討作戦において、同軍がスンニ派武装勢力と並んで主要な掃討目標とされた結果、スンニ派市民に対する拉致や虐殺が激減したことからも裏打ちされている。しかしながら、サドル派、マフディ軍を主要な支持母体とするマーリキー政権は、その掃討に極めて消極的であり、掃討作戦開始後もその姿勢に変化はなく、2007年2月17日にバグダードを訪問したライス米国務長官がスンニ派掃討に集中する作戦内容に不満を伝えた。また、マフディ軍もその勢力を温存するため、幹部、中核メンバーの大多数を隣国イランに一時出国させたと報道され、その影響力がそがれることはないという観測が出ている。3月5日になって合同軍1150名がマフリー軍最大の根拠地であるバグダード東部のサドルシティに侵攻したが、武器摘発や民兵の逮捕は行われなかった。なお、このマフリー軍幹部の出国については、作戦終了後の帰国及びテロの再開が予測されるにもかかわらず、タラバーニー大統領が治安作戦の成功に寄与するとして歓迎のコメントを出している。現在、マフリー軍は分派傾向にあると言われる。一部の分派はイランの支援のもと先鋭化し、主流派と衝突しているという。これら通称、特別グループは同国から武器を提供され、配下のマフディ軍をイラン国内で訓練させているという。指導者はハイダル・マフディ・ハドゥーム・アルファワディ。これら特別グループがスンナ派住民の殺害、多国籍軍に対する攻撃を仕掛けていると思われる。この特別グループらはムクタダー・サドルですら統制が取れず、命令にも従わないという。多国籍軍によると、特別グループの支援において主要な役割を果たしているのは、イランの革命防衛隊、アルゴドス軍とレバノンのヒズボラーであるとしている。事実、米軍やイラク軍による活動で、特別グループの拠点からイラン製兵器が押収されている。訓練キャンプはイラン国内にあり、テヘラン、ゴム、アフバーズ、マシュハドに存在するとされる。キャンプの責任者は、アルゴドス軍のガーセム・ソレイマーニー准将。ここで、特別グループは、即席武器や新型路上爆弾の製造、組織の細胞の編成、連絡方法、暗殺手段などの訓練を受けている。また、アルゴドス軍とヒズボラーから RPG-29 を提供されている。訓練キャンプには、指名手配されているシーア派民兵の3人の指導者、ハッジ・マフディ、ハッジ・サミール、バキル・アッイコールサーがおり、それぞれ、アサイブ・アルハク、カタイブ・ヒズボラーなどの過激派組織を指導している。また、マフディ軍の内部に、政治信条や思想を特に持たない犯罪者が入り込み、市民に対する徴税や殺人、密輸などを行っているとされる。これら、特別グループや、犯罪者グループに反対する、現実派、彼ら曰く、高潔なマフディ軍という名の一派が結成され、積極的に米軍やイラク軍に上記の幹部やメンバーについて情報提供している。また、ムクタダー・アッイコール・サドルもマフディ軍の精鋭部隊を使って米軍に囚われる前に急進派や犯罪者グループらを処罰しているという。2008年8月8日、ムクタダー・アッイコール・サドルは代理を通してマフディ軍を解散し、軍事部門としてではなく、サドル派の福祉部門、政治組織として再建するという声明を発表した。名前もマフディ軍からアルム・マヒドゥーンと変更した。その一方で、アメリカ軍が撤退に向けたタイムテーブルを受け入れない場合だけ、アメリカ軍を攻撃する特別なゲリラ細胞を保持するとした。ただし、この声明には、特別グループなどの分派は従わないとみられる。2010年4月23日、シーア派住民を狙った連続爆弾テロが起こったことを受けて、ムクタダー・アッイコール・サドルは、イラク政府に対して、イラク軍、警察の補助とシーア派信徒保護のために支援を申し出て、マフディ軍の再編を匂わせる声明を発した。イラク政府は拒否したものの、サドル潮流のスポークスマン、サラーフ・アルーバは、AP 通信の取材に対して、マフディ軍はすでに復活していることを明かした。マフディ軍の武装部隊は約束日の大隊と呼ばれており、2011年12月31日までに米軍がイラクから撤収しない場合は攻撃を開始する準備ができているという。ウバイディによれば、マフディ軍内部にはムマヒドゥーンとムナスイルーンという2つの派閥があるとした。マフディ軍のある指揮官は匿名を条件に AP 通信の取材に応じ、軍事部門の人数が数千人を誇ると述べた。http://kk.kyodo.co.jp//column/risk-0702009.html ありがとうございます。